第44回 NHK 紅白歌合戦は1993年12月31日に NHK ホールで行われた通算44回目の NHK 紅白歌合戦。19時30分20時55分及び21時から23時45分に NHK で生放送された。1993ステージ賞の曲目歌手は次の通り。 天道よしみが初出場。なお、同時期に MBS で放送されていた、新、高人が来るぞでは、天道よしみの目指せ紅白出場との企画が行われていた。天道は、翌年から3年間出場から遠ざかったが、第48回で復帰を果たし、以後毎年出場している。1984年に、アイドル歌手としてデビューした、長山陽子はこの年1月、 演歌歌手に転校し、再デビュー曲、かなかなから日暮らしのロングヒットで初出場。前回のステージで解散したチェッカーズのボーカルである藤井文也はこの年ソロ活動を本格的に開始し、ソロ歌手として初出場を果たした。福山正春が初出場。この翌年以降も福山は多数の大ヒット曲を出していたものの、以後は自身主演の大河ドラマ、 龍馬伝の放送を翌年に控える第60回まで出場しなかった。なお、福山が NHK ホールで歌唱したのは長らく今回のみで、第60回第70回は全て中継出演となっていたが、第71回で今回以来の NHK ホールでの歌唱となった。渡哲也が第25回以来19年ぶり2回目、石田由美が、 第28回以来16年ぶり10回目、海援隊が第31回以来13年ぶり3回目、ケ直子が第36回以来7年ぶり11回目と、それぞれ久々に紅白出場を果たした。この年下記の連続テレビ小説、カリンの主題歌、カナディアンアコーデオンを担当した井上陽水は、あの場はあまりにも派手。恥ずかしいからという理由で辞退。 用水の辞退理由は、バウネタにもなった。その他 NHK がオファーした、松藤や由美、サザンオールスターズチャゲアスカ、コメコメクラブにも辞退された。この年、ロードが、ダブルミリオンを記録した、ザ・トラブリューは落選。同ボーカルの高橋ジョージが、総科学会員、公明党指示を表明しており、そのイメージを嫌った NHK が敬遠したとされる。高橋本人曰く、 ダブルミリオンなのにオファーがなかった。北島三郎は出場30回を達成。南春夫の持つ白組歌手の最多出場記録に並んだ。6年連続出場の八代秋は翌年落選し、今回で帰り先以来の連続出場が途絶えた。八代は第50回第52回で復帰している。4年連続出場の佐田正史。 二年連続出場の南公設は今回で連続出場が途絶えたが、両者ともに第46回で再出場を果たした。初出場以来六年連続出場をした光健治も翌年不出場、その後1995年に解散したため、これが最後の出場となった。郷田道人、紅白歌合戦の真実、郷田、紅白歌合戦の舞台裏、 183ページ。この年12月発売の中間女性の記事より、西田光、坂本冬美森口博子とのセーラームーンコスプレ姿に反響27年前の紅白思い出ショットが懐かしいねと、ラボエンタ2020年11月16日配信2021年1月13日、閲覧紅白歌手別視聴率40%超えは、 嵐ら3組だけに、前回は31組、スポーツ放置、2020年1月7日60分。ただし、白組司会再登板の可能性が幾度か、取り沙汰されたほか、出場歌手や応援ゲストとしての出演はある。ただし、第52回で赤組司会の候補に上がったとされる。90S チョベリー、二千十六年十月十日、東京ブギウギ、胸の紳士 シャミセンブギのメドレー、この間、幾度となく、出場を辞退した。帰り先出場をしてからは連続出場している。AB、読売新聞1993年12月6日付、東京有刊、9ページ、TBS 系列、サンデージャポンでの本人談。ありがとうございます。